それにしても驚きましたねそうねまさか葵が教育実習に行ってたなんて教育実習に行ってたってことは葵さんの夢あれしかないですよねそうねあれしかないですね な何,何,何,何って葵さんのんんえっねえねえみんなして何のお話ん外歩いてたら店にみんながいるの見えてさ。 あんたたちこそ、なんでこんなとこにいるの？い、い,いえ、あの、別に、葵さんを尾行してきたからじゃ。え<は>？み、みつか、しー。はわ。ん？ん？なに？ああ。言っちゃった。 のこと知ってるなもあ、な何で尾行なんてあっ葵私たちにも教えてくれなかったでしょだから見に来ちゃったあはあ 見られちゃったなら仕方ないか。うん、そう。私の夢、学校の先生になることだったんだ。実はずっと教師に憧れてて、実はずっと教師に憧れてて、大学一年の頃から教員試験のための勉強、こっそりしてたんだよね。 へえそうだったんだだってああたしが先生なんて似合わないでしょえっほほんともうそんなこと言ってくれるなんてあんたはいい生徒だな ところで葵さんはなんで先生を目指そうと思ったんですかえっえっとそれは <laughs> まあちょっとしたきっかけがあったんだ。 まあ、いいじゃん、その辺は。そもそも、まだ先生になれるとは限らないし。うんうん、絶対いい先生になれるって。そ、そうかな。え <laughs> へありがとう。私、頑張るね。 さてそれじゃあみんな、うん、今日の教育実習で担当になったクラスの子たち。 なり行きで <laughs> にしても一日で生徒にこんなに好かれるなんてすごいじゃない葵きっといい先生になるよえっ <laughs> そそう <laughs> これがこうなってああなるからうん時間がなくてさうんうーんホントはあんたとのんびり朝ごはん食べたいんだけどうんありがとうでっ 大学行かなきゃこの本あげるじゃあ行ってきますもしもしどうしたの 放課後うん多分大丈夫だよ。